争う声が。先生、どうしよう。ようやく現れたか。ゆるりと物見とは。あんたがクロード。ここで何が？行商が襲われたのだ。俺は分かってるんだぞ。あんた猛虎と手を結んで食い物を奪ってるんだろう。休んでおれ。その話はわしがしよう。巴の仕業でしょうか。我らに濡れ衣を着せ、民に不安の種をまいておる。急ぎ向かったのだが、こやつしか助けられなかった。襲われた場所はこの近く。なぜだ。足跡をたどれば野営の場所を突き止められます。悪くない案だが。何か気にするな。辛労のせいだ。それももう終わりです。ここにおれ。しばし一息ついてしかるのち離れるがよい。そういたします。奇襲の場所まで案内を。なぜわしの居所が。アキュードの悲鳴を聞いた者が。巴のおかげで街道は空だ。だがどうしてか行商が通ったのでな。後をつけた。なぜ巴はこの地の行商を襲うのでしょう。櫛を奪っても利はないはず。いや、だが櫛寺は民の拠り所。道を封じて士気を下げる策か。まだ定かではないと。何とも言えん。今はな、巴は弓の教えに背いた。そしてわしを裏切り、次は故郷を狙っておる。地の果てまでも追い詰めてやるわ。荷車だ。巴に殺された者も調べてみましょう。櫛の民への戒め。操め。先生と私の名を語っております。この道決して通るべからず、通れば死する。なるほど、考えたの。生き残りはおらぬ。日本式の矢もあるか。無論です。街道を進んだ。見つけ出すぞ。これ以上巴どもの気まぐれで櫛の民を死なせてたまるか。来い。急げ。馬を降りる。来い。探る暇はない。せいてはことをし損じると言いますぞ。何故一人で。助けてやらねば。どうかお達しください。逃がしてやる。ああ、ダメです。来てしまったのですか。なぜ拒む。あの女が言うには。巴が申してみろ。侍が来るまでは私を生かしておくと。おのれ、賭けだ。巴の仕掛けた罠にまんまとはまりました。実は2日前に話をした。巴と？この女とだ。猛虎と共におる島の女を見たそうでな。野営を突き止めて知らせろと頼んだのだ。村の女子に？失敗するとは思わなかった。このムクロが巴であったかもしれんぞ。巴は武士の何たるかを分かっておらぬとおっしゃったが、あなたも同じ穴のムジナだ。年寄りに期待をしすぎるな。おじごにもわしにも政子殿にもな。年寄りに甘えるのはガキのすることだぞ。何をおっしゃりたいのです。わしもお主も武具を手に生死をかけて戦っておる。だからその手を血に染めたのですか。だからこれまで生き延びたのだ。お主は違うか、九郎殿よ。私は民を守ったまで。手を血に染めてな。大綱にも修練場があるぞ。